和泉の山西社長は今日、大分県内で食品スーパーを展開するサンライフの株式を 100% 取得し、子会社とすることを明らかにしました。サンライフは大分市に本社を置き、大分市と日出町で4店舗の食品スーパーを展開。和泉の山西社長はサンライフの買収により、大分県でも大型ショッピングセンター夢タウンで広域証券をカバーした上で、小さな証券に対応した夢マートを展開する戦略を進めて、シェア拡大を図りたいとしました。当社の店舗が空白地帯である大分県大分市および日出町における事業展開している点も、新たな市場への参入、市場占有率の向上との経営戦略と合致しています。和泉は2030年までに300店舗を展開する経営計画を発表していて、新規の出店に多額の投資が必要となる中、今後も積極的に合併・買収を進めたいとしています。